前回のインタビュー付きドライブの末、チェックイン予定時間より少し早めに到着しました早雲峡温泉です。ルミナスタジオの動画で遠方の温泉といえばやっぱりホテルレポ、今回もやりますよ。過去3回の早雲峡遠征では温泉街奥にある朝陽亭で泊まりましたが、今回は違う場所を選んでいました。もうマジで値段と施設内容で選びました。どんなホテルなのか舐め回すようにチェックしますよ。旭川門別自動車道上川早雲峡インターからおよそ22キロ、国道39号をまっすぐ進んだ先にあるのが早雲峡温泉。その入り口にあるホテル群の中の一つがこちら、早雲峡観光ホテル。二つの館で構成されるダイレクトの名前のホテルです。どうやらロビーはなんと5階にあるようです。なかなか変則的な施設構造みたいですね。入り口左側は3階、フロント側は5階という謎階層。建物の構造的な理由ってことなんでしょうかね。フロントには毎度の売店とラウンジが用意されています。館の規模にしては十分な大きさが確保できているんじゃないかと。お、自販機コーナーですね。じゃあいつものプライスチェック。自販機の値段を見れば大体ホテルがどの層をメインターゲットにしているか推測できるはず。あ、なるほど、いわゆるホテル盛りされてますね。下の階へ降りるとレストランと宴会場があります。こちらは今晩行くことになるでしょう。名前はユーカラ、アイヌ語で女子子を意味するものですね。レストラン隣の階段を降りると大浴場があります。何やらここは別館のポジションみたいです。詳しくはこの後入りに行くので一旦置いておきましょう。本館の1階には宴会場が用意されています。そしてここが先ほどチェックイン前に入ってきた入り口です。寒い、寒すぎてサムポーターブリッジズになったわね。大ハードマンだ。駐車場はしっかり充電設備も揃っています。 EV でやってくる人は安心のサービスです。大ハードマンだ。しっかりリノベーションも重ねているようで、古い部分と新しい部分が入り混じっている印象のホテルです。大ハードマンだ。ってことでお次は部屋を見ていきましょう。大ハードマンだ。今回の部屋は和室ダブルベッドルーム。狭く見えますが一人であれば十分な広さです。和室によくある窓際のアレへのアクセスも優秀。ここにマックを置いて滞在中にいろいろな仕事をするわけですね。そして何より化粧室はトイレ、バスルームが分離しています。これはかなり高得点。大体のホテルや旅館はこれが全部一体になっていますからね。部屋の快適性はなかなかでしょう。OK。さらに部屋の加湿空気清浄機はシャープ製、プラズマクラスターで攻めています。さあ、そんな今回の一人新年会、装備は軽装で挑むので、ヘアドリもこの DJI オズモアクションを使います。屋外の収録もこれのフィールドテストを兼ねたものになるでしょう。お値段の割によろしい部屋でフリーに過ごす一人新年会。ではここで、早雲峡観光ホテルの温泉へ行ってみましょう。何やらあれですよ、あまり見かけない混浴の大浴場もあるらしいとか。大浴場は温度別に浴槽が分かれている岩、硫黄泉、上り別のものと同じ分類です。確か前回の早雲峡で宿泊したところは塩化物泉だったので違う泉源から引っ張っているのでしょう。そしてこのホテル最大の特徴は混浴露天風呂があること。そのため規模もかなり大きく広々としています。ではこれでちょうどいい時間になってきました。そろそろ飯トロが近づいてきたんじゃないですかね。ワイドホテルを予約するときは2食プランを選ぶんですよね。やっぱり動画のネタにもなりますし。では早速会場へ行っちゃいましょう。
ってことで今回もビュッフェのディナーでございます。品数は値段相応ってところですが十分でしょう。刺身は切り落としっぽかったので白米の上に乗せて海鮮丼にしてしまいました。これやろう。お、カニですよカニ。安めのプランでカニがあるのはポイント大きいですね。この海鮮丼のアイデアは大体が知床半島のホテルで得たもの。あれは今でも忘れませんよ。他にも定山渓で宿泊したホテルでもこの盛り方を提案していたので皆様もぜひお試しを。ただ問題はカニよカニ。俺の食い方が下手なだけかもしれないけど細い足してんな。ただこのホテルの価格帯でカニにありつけるならまあありでしょう。集客のための努力が感じられます。冬のホテルの定番なのかはわかりませんが鍋も用意されています。ちなみにこれは白滝ではなくマロニーちゃんです。なぜ白滝じゃなくマロニーなのかは謎です。ってことでディナータイムはこれにて終了。今回は200コースなので1泊目はほどほどにしておきましょうね。ここで頑張りすぎると2泊目がつまらなくなりますし、何事は8分目ってのが大事なわけよ。土井新年会とはいえ別に一人で酒を飲むわけではなく仕事をするんですがね。あれです。前日収録した業務案件があるので、その編集と新キャラ企画の地盤固めです。とりあえず明日の予定はルミナスダイアリーの収録ですが、その前に早雲峡の温泉街をぶらついてみます。6年前に行った時は直接氷瀑祭りへ向かったので、こんなに余裕を持って探索はしてなかったんですよね。じゃこの後は深夜の温泉タイムが待ってるので、それまでスイッチ見ながら仕事します。はい。